それでは定刻になりましたので、会見を始めさせていただきたいと思います。司会を務めます産経新聞の別府と申します。よろしくお願いします。本日は日本パラリンピック委員会会長、それから日本障害者スポーツ協会の会長と、鳥原会長にお見えいただいております。それでは最初に会長からお話しいただいて、その後質疑に移らせていただきたいと思います。では会長、本日はこの日本記者クラブでパラリンピックについてお話をする機会をいただきまして、大変光栄で、またありがたく思っております。私は今ご紹介ありましたように、2011年の6月にですね、日本障害者スポーツ協会、そしてその内部組織であります日本パラリンピック委員会の、ちょっと変ですね、日本パラリンピック委員会の会長に就任いたしました。私は高校の時からサッカーをやってですね、最後はFC 東京の設立運営に関わったりしているものですから、スポーツにはですね、大変大きな恩恵を受けておりましたので、障害者のこのスポーツに貢献することで少しでも社会に恩返しができればという、そういう気持ちでこの役を引き受けた次第であります。4年余りの経験に過ぎませんけれども、障害者スポーツの価値が分かり、また障害者に対する私自身の認識の仕方も変わったと思っております。就任した年の翌年の2012年の初めにですね、協会としてこの日本の障害者スポーツの長期ビジョンを作ろうというふうに決めました。それまではそういったビジョンを持ってなかったんですが、その内容はまた後で少し触れますけども、その動機というのは4つほどありまして、1つは我が国の障害者スポーツの歩みというのが、半世紀になるという大きな節目を迎える時であったと。実は今年の5月にちょうど創立50周年をこの障害者スポーツ協会が迎えました。それから2つは2011年の 8月にご案内のようにスポーツ基本法が施行されまして、障害者を含めたスポーツ圏というのがその明文化をされて、国の障害者スポーツに対する方針が明確化されたということがあります。それから3つはこの年にロンドンでパラリンピックが開催されましたが、日本において障害者スポーツに対する関心が高まるということであります。それから4つ目は2020年東京オリンピックパラリンピック招致活動が本格化する段階で、日本の障害者スポーツの在り方が問われてくるという状況下にあったということです。そういう背景からですね、1年ほどかけてビジョンを作成しまして、2013年の3月に発表しました。思ったほど反響はなかったんですけども、5月にですね、このビジョンを携えて国際パラリンピック委員会の IPC の会長に
説明に行きました。もう自宅に来いということで、マンチェスターのそば の自宅まで行って、このビジョンを説明してきました。IPC の会長は IOC の委員も委員の一人であるという立場でもあったからです。IPC の会長からはこの日本の障害者スポーツの目指す方向について、賛同が得られてですね、私はこの2020年東京招致決定 の一つの、役に立ったというふうに、自負しているところであります。2020東京パラリンピックはこのビジョンの実現を加速するための起爆剤でもありますので、その大成功に最大限の努力を注いでまいる、そういう決意であります。その2020東京大会まであと5年という時に新国立競技場計画が白紙に戻されることになりました。こうした問題が起きたことはもう非常に残念なことだというふうに思っております。新国立競技場は2020東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとして世界に誇れる施設にすべく各界の意見を十分に踏まえた上で国の責任で建設計画を決定するものだというふうに思っております。私としましてはパラリンピック開催に不可欠な競技場のアクセシビリティの確保という観点から意見をする立場にありまして、 IPC のガイドラインなどの基準が充足されるように引き続き働きかけ努力をしていく考えでございます。いずれにしましても非常に厳しい建設スケジュールになりますので、関係機関との調整を徹底して行って進捗管理に万全を期す必要があるというふうに強く感じております。前書きが少し長くなりましたが、今日は2020東京パラリンピックの意義と課題ということについてお話をして、ぜひいろいろご支援をいただきたいというふうに思います。ここでパラリンピックの映像をちょっとご覧いただきたいところなんですが、ちょっとそのうまく装置が整ってなくてお見せできませんが、パラリンピックというのはオリンピックとサッカーのワールドカップに並ぶ世界第3のスポーツの祭典と言われております。どういうものかというのをもうご存知の方大勢いらっしゃると思いますが、改めてですね、ちょっと取り上げ、お話をしたいと思います。直近の大会2012年のロンドンパラリンピックの例でいくつかお話をしたいと思います。資料1に概要がありますが、パラリンピックの発祥国となったロンドン、パラリンピックの特徴を4つほど挙げますと、第1は大会の規模ということであります。164の国と地域から4237名の選手が参加した史上最大規模の大会であったということです。オリンピックは204の国と地域から選手1931名ということなので、選手の数はほぼ半分ですが、開催国は参加国はだいぶ迫ってきております。で、第2はチケットの販売数が278万枚で、その完売を達成をしまして、
各競技場が連日満員の観客で盛り上がったということです。ちなみにこの観客分析によりますと、チケットの購入者の 55% が女性で、年齢別に見ると35から54歳が5割を占めております。また観客の 75% が家族同伴ということ、こうしたことなどから観客のイメージとしては教育期の子どもを持つ世代が中心となっておりまして、これがパラリンピックの特徴の一つと言えると思います。第3はメディアがオリンピック同等に積極的に情報を発信したということでありまして、テレビの視聴者は120カ国で延べ約38億人に上りまして、英国ではチャンネル4が1日16時間合計500時間の放映を行ったと。この中で試合の生中継が相当行われまして、英国における障害者スポーツの認知度が飛躍的に高まったというふうに言われております。そして第4はボランティアの活躍でございまして、全国から20万人を超える応募者があって、その中から約7万人の大会ボランティアがゲームスメーカーズ、大会運営の一役を担うんだぞという役割、意識を持って、ホスピタリティを大いに発揮して活躍したということです。こうしたことからロンドン大会はパラリンピック史上最高の大会と、内外から称賛をされたというふうになっております。成熟国ロンドンでの大会を、私どもは2020東京大会のベンチマークとしなければならないというふうに思っております。英国がパラリンピック発祥国というふうにお話ししましたので、少しパラリンピックの歴史に触れておきたいと思います。資料の2の1に簡単な歴史が書いてあります。このパラリンピックの歴史には大きな3つの流れがありまして、これが今日につながっています。第1の流れは誕生の過程でありまして、1944年に第二次世界大戦で負傷した兵士の治療と社会復帰に復帰を目的に、ロンドン郊外の王立のストーク・マンデビル病院に脊髄損傷科が開設されまして、その初代課長のルードヒ・グッドマン長が脊椎損傷者の治療と社会復帰にスポーツを取り入れて、これが驚異的なリハビリの効果を上げたということでした。そして1948年にこのロンドンのオリンピックに合わせて病院内で車椅子アーチェリー大会を開催して、これがパラリンピックの源泉と言われております。その後国際大会となり、1960年のローマオリンピックの後に開催されたこのストーク・マンデビル大会が後に第1回パラリンピックローマ大会と位置づけられました。第1の流れというのはこのリハビリスポーツから競技スポーツへの発展がパラリンピックにつながるという、こういう誕生の過程でございます。で、第2の流れは発展の過程でありまして、1976年に初めてその冬季パラリンピックが開催された。で、さらにこの年の夏のパラリンピックでは初めて車椅子以外の障害のある選手、上下肢の切断とか視覚障害が参加をして、さらに1980年には脳性麻痺、1984年には機能障害の選手が、96年からは知的障害の選手が参加するというふうに、パラリンピックが
競技分野や参加選手の範囲を、まあ、拡大していく、まあ、こういう発展の流れであります。でそして第3の流れというのはオリンピックとパラリンピック統合化の流れ、すなわち、まあ、変革、の過程であります。まあ、始まりは1988年の、パラリンピックソウル大会でありましたが、2008年の北京大会が IOC、IPC、もっとやりましょうか。2008年の北京大会が IOC、IPC 間の協力合意に基づく最初のパラリンピック、すなわち、開催都市、組織委員会、競技施設、選手村、スポンサー、などを同一化した、まあ、最初の大会となりました。まあ、こうしたオリンピック・パラリンピック統合開催化というのは、まあ、IOC によるパラリンピックへの財政的な支援に加えて、まあ、施設の有効活用とか大会運営の効率化の面で非常に大きな効果を生んでいることはもちろんですが、まあ、何よりもオリンピック・パラリンピックは同じスポーツの祭典として一体的な運営が本来あるべき姿であるという考えが、まあ、基本となって実現されたものであります。このオリンピック・パラリンピック統合化をいかにこう発展させていくかというのが、まあ、大事な課題で、こうした面でも2020東京オリンピック・パラリンピックの運営が注目されているところであります。でその点で、まあ、現時点で2020東京大会のその組織委員会においては、まあ、組織の要所にパラリンピック関係者が配置され、パラリンピックを十分考慮した大会準備が進められておりまして、この点は IPC からも評価をされているところであります。資料の 2-3 に日本の障害者スポーツ振興の経緯に触れてありますが、ここは後ほど少しご覧いただくこととして、ここで申し上げたいのは1964年の東京パラリンピックの開催というのと1998年の長野冬季パラリンピック開催というのが日本の障害者スポーツの振興発展の大きな経緯になったということでございます。パラリンピックの歴史、これまでの流れについてお話ししてまいりましたが、次にですね、まあ、パラリンピックの魅力はどこにあるかというところについてお話をしたいと思います。でその前にですね、パラリンピックの競技とはどういうものかということをご紹介したいと思います。資料の3というのを見ていただきますと、これは2016年、来年のリオのパラリンピックで行われる競技の一覧ですが、22競技528種目が行われます。ちなみにその2020東京パラリンピックではですね、この競技の中でその左側にある脳性麻痺の7人制サッカーと、それから右側の上の方にあるセーリング、この2競技が外れまして、その代わりにテコンドーとバドミントンの2競技が入るということが決まっております。このパラリンピックは22競技528種目で、リオで行われますが、このリオのオリンピックはここに書いてませんが28競技306種目で、パラリンピックはオリンピック種目より競技種目が多いというのが特徴です。まあ、200種目今日以上多いですね。特に陸上競技、水泳の種目数が顕著です。
でこれなぜかと言いますと、パラリンピックにはクラス分け制度というのがあるからです。この資料3のパラリンピックスポーツの特徴の中に書いてありますが、選手の障害の種類や程度によってクラスを分けて、同程度の身体機能を有する人たちが一つの競技クラスを作って、そのクラスの中で公平に競技を行うためのルールなんです。で例えば陸上男子100メートルっていうと、オリンピックでは1種目ですけども、パラリンピックでは15クラスあります。金メダルが15あるということです。それは視覚障害だったり上下肢切断、あるいは脊髄損傷、脳性麻痺、あるいは知的障害といった障害の種類と、それからその程度による区分がありますし、また車椅子を使ったり、あるいは義足で走ったりという、そういう用具による区分もありまして、そのために、15クラスあると、陸上競技水泳の種目数が多いのは、そういう理由です。これがパラリンピックの特徴の一つですが、もう一つ、パラリンピックの特徴としては、特有の競技用具を利用するということです。車椅子には、これは資料 3の次のページに入ってますが、車椅子には陸上競技用のレーサーとか、バスケット用、車椅子バスケット用、あるいはラグビー用、テニス用、といったものがありますし、それから義足もさまざまですね。こうした競技用具の進歩によって、パラリンピックの競技性や魅力が高まってきたのはもう事実です。またこうしたその用具開発技術力、とまた用具をその購入する経済力というのが、競技、成績、競技参加そのものにも影響するという、そういうことも言えるところです。それからもう一つパラリンピックの特徴を挙げますと、競技パートナーの存在ということです。で特にその視覚障害の人のための、陸上競技でのこのガイドランナー、あるいは、コーラーなどの役割が重要で、練習の時からの協力者の存在が不可欠になります。ガイドランナーはその 5000m までは1人ですけども、 5000m 超えると2人まで、でマラソンは3人まで、交代が可能になっています。でロンドンのパラリンピックの 5000m で銅メダルを取った和田伸也という選手の、ガイドランナー中田隆っていう選手がもう長年勤めておりますが、ロンドンで最後の1周で、最後の1周の第4コーナーで、サインを追い上げて抜き去って銅メダルを取ったんですが、そこまでそのやっぱり息が合うっていうのはもう普段から生活を一緒にしている、練習するぐらいでないと務まらないっていうことですね。でそのガイドランナーの中田武さんが言ってましたけども、この和田伸也がどんどん記録を伸ばして、でこれ以上伸びると自分はもうちょっと追いつかなくなるから、その新しいガイドランナーを見つけるのがこれ結構大変だっていう話をしてましたし、またマラソン、ロンドンではなかったですけども、マラソンのガイドランナーが、途中で足が痙攣をして、もう選手はどんどん走ろうとしてるけども、自分が痙攣してるもんだから、針でつっつきしながら必死になって一緒に走って、メダルを取ったという、そういう話もされています。
このガイドランナーなどの、その競技パートナーの存在というのが非常に重要なというのが、このパラリンピックの特徴でも、特徴の一つですね。まあ、こうしたもっともっといろいろありますから、ありますけども、このパラリンピックの特有の特徴ですとか、あるいはルールを理解をして競技を観戦すると、パラリンピックの魅力がより大きく感じられると思います。これらを含めてパラリンピック競技には、その障害者が行うその特殊なスポーツというとしてだけではなくてですね、純粋なスポーツ、欧米流に言うとエリートスポーツとしての魅力があります。世界記録でも、もうオリンピックに迫る世界記録が出されておりまして、陸上の男子100メートルで、その両足義足の選手は10秒57、これはオリンピック側では9秒58という、1秒の違いですね。400メートルの、やはり両足義足の選手は45秒39、オリンピック側、オリンピック側というか、世界選手権、健常者側ですが、43秒18、もうこれはわずか2秒ちょっとの差。それから走り幅跳びも、片足義足の選手の世界記録が去年、新しく出て8メートル24、これはその一般の方は8メートル95ですが、からもうそれに迫る勢いですし、オリンピック側よりも圧倒的速いのは車椅子マラソンで、女子の車椅子マラソンの世界記録は1時間38秒、38分、えー、07秒、これは日本の土田和歌子選手が、一昨年出したものですね。こうしたオリンピック競技の、オリンピックというか、一般の競技の記録に並ぶようなすごい記録が出ておりますし、視覚障害者の5人制サッカーでは、もう全盲の選手がボールの鈴の音や味方の声を頼りにドリブルしたり、パスしたり、シュートをしたり、またタックルをしたり、非常に勇気のあるプレーを見せますし、車椅子バスケットボールのこの激しい攻防だとか、車椅子テニスのこの敏捷パワフルなラリーの応酬だとか、とにかくすごい魅力的なスポーツに感じます。皆さんご存知のように、車椅子テニスの国枝慎吾選手は、グランドスラム車椅子部門 の、 その世界最多優勝記録っていうのはまだ更新してまして、現在で、シングルス19回、ダブルス19回、合わせて38回の、グランドスラム部門 の、 優勝をしております。でグランドスラムそのものは、シングルスの3冠を4回取ってるんですね。今シーズンもすでに全豪オープンと全仏オープンのシングルス2つ取って、あと全米オープンを去年のように取ると、5回目 の、 グランドスラムの達成、女子 の、 上地結衣も今その世界ランキング1位2位のところを言ってまして、2人とも2020東京では男女アベック優勝を、したいというふうに言っています。なかなかでもこの国枝慎吾の車椅子テニスの試合の中継は行われたことがなく、ニュースで、ちょっと出たり、あるいはスポーツということではなくて国枝慎吾の努力 の、 話として出たり、取り上げられたり、そういうことなんですが、もうこの世界ナンバーワンのこういう車椅子テニス の、 この試合中継ぐらい、せめてグランドスラムの決勝戦ぐらい、なんとか中継で日本のみんなに見てもらいたいもんだなというふうに思います。本人もロンドンで金メダルを取り2連覇を達成したときに、このその試合を日本のみんなの前でやりたいというふうに試合後のインタビューで、言ってました。
まあ、こういう状況でその、このパラリンピック競技、そのものはもう非常に魅力のあるスポーツ、と思います。で言葉ではなかなか言い尽くせないんですが、こうした競技そのものの面白さとともにですね、自らのこの障害を乗り越えて、持てる機能を最大限に生かして、まあ、残された機能を最大限に生かしてといった方が分かりやすいかもしれませんが、持てる機能を最大限に生かして、限界に挑戦するこうアスリートたちの姿に、まあ、多くの人が感銘をし、勇気を与えられるものです。こうしたその感染体系を通じて、人々の、まあ、社会の障害者スポーツへの関心や理解が高まり、ひいては障害そのものに対する認識が大きく変わるということが、パラリンピック開催の最大の意義であるというふうに思います。これがパラリンピック の意義です。意義だというふうに言えます。この障害そのものに対する社会の認識が変わるとはどういうことかということですが、まあ、端的に言うと、その障害というのが不可能を意味するものではないというふうに、まあ、認識することだと思います。障害者を不可能にさせているのは、障害そのものではなくて、まあ、分け隔てのある社会環境でもあるんだというふうに認識を変えることです。ちなみに、今日その欧米などの先進国で障害者というのを意味する英語の The Disabled の使用は不適切というふうにされています。パラリンピック精神というのがあるんですが、これは最初にさっきお話しした、ルードヒ・グッドマン教からずっと伝わっている精神ですが、これは失ったものを数えるな、残された機能を最大限に生かそうということでですね、こういう精神で自ら限界に挑戦するそのアスリートたちを見れば、障害の有無で人の可能性が決まらないということがよくわかります。まあ、視覚障害者は他の機能を研ぎ澄まして、晴眼者以上に社会が見えると思いますし、浄化し、切断浄化しの何らかの障害者は残された機能を鍛えて、まあ、健常者以上のパフォーマンスを示すことができるというふうにも思います。障害の有無で人の可能性が決まるものではないというふうに認識をするというのがこのパラリンピック、のパラリンピック開催の意義だというふうに思います。まあ、人間みんな顔形や体型や、まあ、個性が体型だとか性格だとか、まあ、個性が異なるように、まあ、障害も一つ個性の一つというふうに捉えてですね、こうした多様な個性が生かされる、そういう社会であってこそ、まあ、真の豊かさがあるというふうに言えると思います。まあ、しかしながら現実の社会は、ハードソフト両面のさまざまな障壁、まあ、バリアが障害者の可能性を妨げております。でこれを徹底的に見直ししてバリアフリーの社会、違いを受け入れるインクルーシブな社会への変革を
促していくということが、これはパラリンピック開催の、この遺産として、後世に引き継がれる、最大のものだというふうに思います。このその遺産、レガシーを少し具体的に整理するために資料の読んでですね、この IPC のその目指すパラリンピックの基本的レガシーをその載せてありますが、主に4つの領域がありまして、説明簡単にしますが、第1はスポーツ施設や都市全体のインクルーシブな社会基盤、それから第2は障害者スポーツそのものの発展で、第3は社会の個々人の意識の改革、第4は社会生活をインクルーシブなものにする、多様な機会の創出、これは社会の制度とか仕組みだとかというものです。こういうふうに4つに整理されてますが、我々 の、 捉え方も全くこの通りだというふうに思っております。正確なその統計、かどうかちょっとその確かめられてないんですが、障害者にその高齢者、そして傷病者、それから、妊婦だとか、一時的に不自由な状態になっている人をその加えればですね、世界の人口の2割近くがアクセシブルな社会インフラやアクセシブルな製品サービスを必要としているというふうに言われています。ですから、これはこのレガシーというのは障害のある人だけではなくて、そういった一時的に不自由な状態の人も含めてですね、やはりこれからの社会の、アクセシビリティを高める、ためにはこういう4つの領域でものを考えていく必要があるというふうに思います。こうしたレガシーはオリンピックとは異なるこのパラリンピックの生み出す価値でありまして、このレガシーの最大化を図ることができれば、パラリンピックの開催の意義はそれだけに大きいというふうに、言えると思います。そういう意味で最後に東京2020パラリンピックの、その成功に向けてですね、課題のいくつかについてお話を したいと思います。ロンドンの成功例から考えますと、大会成功の必要条件としていくつか挙げるとすればですね、一つは施設運営両面で最高の競技環境を整えるということ、それから二つ目はそのチケット完売による全競技場満員の観客を実現するということ、それから3つ目、これも順は不動ですが、日本選手団のメダルランキングの上位躍進を図ること、それから4つ目、大勢の意識の高い、ボランティアの活躍をすること、図ること、そして5つ目は、積極的なメディアの情報発信が行われること、そして6つ目はアクセシブルな社会環境が得られること。あえて6つで止めますが、この他にも課題は後半にわたりますが、この中でも私は2つの点についてちょっと
触れたいと思います。で第1は全競技場を満員の観客を実現するということなんですが、去年日本財団のパラリンピック研究会が行った世論調査ではですね、日本国内の障害者スポーツの観戦経験者というのは、5% 未満に過ぎない、まあ、これは 5% 未満ということだと実際にはちょっと 1% に近い 5% 未満じゃないかと思いますが、かなり低い。現実に国内のいろんな競技会行っても観戦者ほとんどいないというのがこれまでの現実です。それから2020東京パラリンピック、についてもですね、6割の人が、メディアで、観戦希望をするというふうに、言ってますが、直接競技場で観戦をすることを希望しているのは、まあ、15% 程度というふうに、低くてですね、まあ、オリンピックの半分程度となっていると、まあ、これが現状です。まあ、こうした現実を踏まえて、まあ、最も基本的なこととして、まあ、パラリンピック、ひいては障害者スポーツの認知度を高める活動、まあ、啓発活動を、さらに進んで、ファン作りの活動を、まあ、全国的に、まあ、地道に、まあ、展開していく必要があるというふうに私は思っております。まあ、その中で特に力を入れるべきことは、小中学生を中心に若い世代の人たちの障害者スポーツへの理解関心を高めることだというふうに思います。学校教育の機会や競技大会はじめ、さまざまなスポーツイベントの機会を活用して、パラリンピアンから直に、用具あるいはルールなどを含めて、まあ、競技の特徴や、まあ、自分の経験を話すことなどが非常に、効果的だというふうに思います。でこうした観点から私どもの協会では今年から新たな取り組みを始めました。一例として今年4月に、千葉市で開催した車椅子ラグビー国際競技大会です。でここで大会の開催前に、千葉市との協力によってですね、日本の選手たちが競技場近隣の小学校2校を訪問をして、競技の内容を教え、また実技体験を指導して、またその自ら障害を乗り越えてきた経験を語るなどして、まあ、親しく交流の場を持ちました。そしてその大会初日の金曜日、試合会場にですね、この2つの小学校から先生に引率され、授業の一環として約700人の小学生が観戦に来てくれました。で車椅子ラグビーのその激しい攻防にこう大歓声を上げて応援してくれたわけですが、まあ、日本選手のみならず、その時に参加していたイギリス、デンマーク、ニュージーランド の各チームの関係者、選手たち、自分たちの国でもないことだというふうにもう大変感激していました。さらにその最終日の日曜日にはですね、その試合会場に、その小学校の小学生が、今度は両親を連れて、一緒に観戦をし、自分でその何か説明をしている様子がうかがえる、そういった姿が見えました。後日寄せられた感想文ではまた応援したいというふうに行ってきた人はほとんどで、私はファン作りができたというふうに、まあ、思っておりますが、この子どもがそのファンになり、子どもを通じて
親が影響を受けるというこの流れというのは非常に私は大事なことだと思います。先週の末にですね、足立区内で、開催をしました、今度はゴールボールの国際競技大会でも同じような取り組みを行いました。でこうした活動を、各種競技会、あるいはスポーツイベントでオールジャパンで展開をして、積み重ねていくという活動をですね、これから2020年に向けて続けていくということが大事だというふうに思います。実はその英国でもですね、ロンドンの開催決定から大会実施までの間、学校授業で、障害者スポーツのその啓発に取り組んだということが満員の観客の実現につながったというふうに言われています。どこの国の人もやはりこれが一番大事だというところでは共通している認識だというふうに思います。それから 第2は最高の競技環境の実現についてですけども、特にその中でアクセシビリティの確保というのは重要な課題です。これに関しましては東京2020の組織委員会にアクセシビリティ協議会が設置されて、関係省庁、関係自治体、障害者スポーツ団体、関係業界等の参画を得てですね、ハードソフト両面を含む東京2020アクセシビリティガイドラインを策定して、国際パラリンピック委員会の承認を得てですね、関係者に周知徹底を図っていくということになっています。この協議会はもう昨年度すでに発足をしています。そういう動きで対処していくわけでありますが、既存の国内の基準ですね、バリアフリー基準がありますね。その国の基準もあるし自治体の基準もありますが、この既存の国内基準とそれから IPC のアクセシビリティガイドにはいろいろと差があります。でこれをいかに解消して、IPC の基準を満たしていくかということが非常に難しい課題なんです。そういう意味でこの先ほど重要な課題というふうに申しました。例えばその選手村というのは大会後に、賃貸住宅あるいは 賃貸あるいは分譲の集合住宅への転用というのを前提に、民間事業者が建設する、そういう形で進めておりますけども、一般住宅にその適用されるアクセシビリティに関する現行の規制とパラリンピックの選手村のアクセシビリティの基準というのは当然異なってますね。例えば選手村は集合住宅、比較的高層の集合住宅ですが、その住棟エレベーターというのは一般住宅用の基準としては、車椅子1台の利用が可能であればいいという、そういう前提でそのエレベーターの大きさが決められているわけで、エレベーターの大きさの基準が設定されているわけですが、選手村としては車椅子が複数台、3台とか4台とか同時に乗れる、そういう大きさが必要なんですね。で、そうでなければ車椅子の選手たち、各選手団にたくさんいるわけですけども、車椅子の選手はその競技場へ行くときだとか、あるいは食堂に行くのにも30分も余計に時間がかかるわけですね。
エレベーターに乗って降りるのにすぐ降りられないということで、まあ、これが問題になるわけです。で、まあ、選手村基準では選手村に求められる基準では確かに一般住宅用としては、まあ、課題設備と考えるなるかもしれませんけども、そういうふうに考えるのではなくて、まあ、今後 その高齢化社会に必要なアクセシビリティとして、価値が認められるようでなければなかなかこの差は埋まらないと思います。でこうした問題は競技場におけるこの選手村に限らずですね、競技場におけるエレベーターだとか、あるいはトイレだとか、あるいは観客席そのものだとか、さらにさまざまな都市インフラのアクセシビリティについても同じことです。ご存知だと思いますが、例えばメインスタジアムの、まあ、競技場の観客席でオリンピック側の基準としてはですね、観客席の 0.75% が車椅子席、車椅子席として 0.75% を確保というふうに言われてますが、パラリンピックの基準としては 1% 以上ないとダメだということで、こういう違いもあるわけですね。まあ、そういう意味で選手村に限らず全てのアクセシビリティについて同じ問題があるわけですが、要はその IPC の そのアクセシビリティガイドをそのパラリンピックのため その特別なこう基準というふうに考えずに、まあ、先進的なインクルーシブな社会における基準なんだというふうに認識をして、そういう考え方で東京2020アクセシビリティガイドラインというのを作成していくことが課題だなというふうに思います。まあ、それでこそ世界に、モデルを示せるというふうになると思います。この他にも課題がいろいろ多くありまして、開催まで残された期間決して、長くはありませんが、私どもの協会は先ほどお話ししましたようにビジョンを策定してですね、2020-2030 年 の具体的な目標を掲げて今アクションプランを立ててその実行に取り組んでおります。この資料の最後、5に、ビジョンの概要を載せてあります。要は目指すところは真ん中の三角形に、ありますように、その底辺で示す誰もが日常的に楽しめるスポーツの普及拡大と、それから三角形の高さで示す、まあ、パラリンピックのようなようにその世界トップレベルで活躍できる競技力の向上を、まあ、バランスよく進めて、まあ、好循環させていく、そしてスポーツを通じて、活力ある共生社会の実現を図っていくという、まあ、こと、これが目指す、ところであります。課題はいろいろたくさんありますが、2020東京開催決定を契機にかなりいろいろ変化が出てまいりまして、時間がもうだいぶなくなってきましたので簡単にいきますが、その障害者スポーツ行政の文部科学省への移管とか、あるいは競技力向上のためのナショナルトレーニングセンターの整備だとか、企業による障害者スポーツ支援活動の、まあ、積極化だとか、まあ、つい最近日本財団にパラリンピックサポートセンターが設立されるだとか、こういったいろんな動きが出てきました。こうした流れに合わせてこの2020東京開催というのを起爆剤に、私どもビジョンの諸施策の実行を、まあ、加速していきたいと思います。もう基本的な私どもの考え方はビジョンの諸施策の実行が2020東京パラリンピックの成功につながるし、そして
東京パラリンピックの成功が先ほどの三角形の底辺、障害者スポーツの裾野を広げると、こういう好循環を実現していくこと、まあ、これを大事にしたいと、パラリンピックはその手段であって障害者スポーツの裾野が広がらなければ意味がないとぐらい言いたいところであります。最後になりますが、障害者スポーツレクリエーションの実施率というのはですね、文部科学省の、調査では、障害者成人の週1回以上のスポーツレクリエーション実施率というのは平成25年の調査で 18.2%、もう一つのその健常者というとあまりいい言葉じゃないんですが、一般の体力スポーツに関する世論調査、これも文部科学省ですが、成人の週1回以上のスポーツ実施率は 47.5%、ほぼ5割の人が行っているのに対して週1回以上障害者の場合には2割、これをなんとか半分に近づけるように私はこの、ビジョン の諸課題を解決し、諸施策を実施しながら目指していきたいというふうに思っております。メディアの皆さんにはぜひともこの障害者スポーツパラリンピック、さらに、障害者スポーツそしてパラリンピックに対する一層のご支援をお願いしたいと思います。まあ、パラリンピックのそして障害者スポーツ の, 魅力とか価値の発信をですね、できれば生中継を多く取り入れながらスポーツとしてスポーツ取り扱っていただき、積極的な発信をいただきたいというふうに願っております。以上お願いして、少し時間オーバーしたかもしれませんが、私から の話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。会長どうもありがとうございます。それでは質疑に移らせていただきます。質問のある方挙手をしてください。こちらから指名いたしますので、マイクのところで、社名所属それからお名前をおっしゃった上で、質問を簡潔にしていただければと思います。お時間4時半まで取っておりますので、よろしくお願いします。それでは質問のある方よろしくお願いいたします。質疑ですので質問がないともうやめてしまいますが、なかなかない機会ですので、質問をよろしくお願いいたします。マイクのところでお願いします か, いいかな。じゃあなんかマイクちょっと持ってきます。個人会員の千賀です。このオリンピックに関しては、走り始めたところから、申告率の問題が浮上して、大変出足がつまずいた感じを持っておりまして、本日鳥原会長のお話を聞いて、パラリンピックの課題等について非常に、濃密な内容で的確な、方向性が示されたということで、2020パラリンピックに、期待申し上げます。さて質問でございますが、このパラリンピックの大きな目的の一つが、本大会を通じてその前後に関わる社会性のあるテーマについてどう考えるかということがあると思います。ガイドブックでは共生社会の実現という表現であっさり流しておられますが、この障害者スポーツ、これが単なる有
勝敗の問題、あるいは競技の優劣を競うだけではなくて、さらにその後に、大会の後に、ある問題、それはですね、ハンデのある方々、障害のある方々がどう生きていくか、あるいは働き方の問題にまで含めて、大きな問題提起をされているのではないのかと思います。その辺について会長として、このパラリンピックの開催の以後、どのようなビジョン、お考えをお持ちか伺いたいと思います。どうもありがとうございました。もうおっしゃるように、そのパラリンピックは、その競技をするだけではなくてですね、でその競技を観戦をすることによって、その、人々、社会が、認識を変えるということが、一番やっぱり大事なところだと思うんですね。先ほどももうちょっと触れましたけども、やっぱりその障害者というのは、社会環境、バリアのない社会環境を整えれば、不可能なことはないんだと、何でも可能なんだと、また障害者それぞれのやはり個性を発揮できるんだということを、やはりこのパラリンピック、を通じてですね、社会が認識をすると、これによって世の中が変わっていくっていう、ここが大事なところだと思うんですね。でそういう意味では、バリアフリーの社会、アクセシビリティの高い社会を作るというのが、この2020年を迎えるまでの準備にもあるし、また2020年を、経験した後にもつながっていくと、まあ、そういう貴重な財産にしなければいけないと思うんです。でこれは先ほどの IPC の、アクセシビリティの、4つの領域にもありましたけども、そのハードのインフラ面っていうことだけじゃもちろんなくて、その一番最後にありました社会の、制度だとか仕組みそのものを、アクセシブルなもの、まあ、にしていくということで、そこには障害者の雇用機会が広がる、そういうチャンスが一般の人と同じように生まれる社会にしていくという、そういうことがこう書かれておりましたけども、まあ、そういう点で私どもはこのスポーツを通じて社会の認識を変えていくという意味では、このビジョンで目指す姿と、このパラリンピックでその生み出そうとしているものと一致していると思いますので、私どもはこのやっぱりこのビジョンを国内でいろんな関係者と協力しながら実現をしていく取り組み、これが共生社会につながっていくというふうに考えております。ありがとうございます。はい、いいですか。他の方ご質問。時事通信社の山下と申します。昨年来オリンピックの会場計画の見直しが進められてきて、で競技によってはその都心から離れる会場というのもだいぶ増えましたけども、
パラリンピックの方はまだこれからあの計画が固まると認識してますが、その選手の輸送という面で今あの何か懸念を持ってたりすることはあるんでしょうか。そのあたり教えてください。よろしいですか。はい、あの会場計画についてはあのオリンピック側でその検討を進めると並行してあのパラリンピック側でもあの検討を行っておりまして、まあ、オリンピックで決まっあの、オリンピック側の会場計画はあの現時点でパラリンピック側としても特に問題はないというふうにあの IPC 側 の、 あの評価もされています。で、まあ、あの当初と会場が変更したことによってあの選手 の、 あの輸送に関してあのよりさまざまな配慮をしなければいけないくなることはあると思いますが、あの特段あのこの会場変更によって問題があのあるという現状ではありません。いいですか。あれ読売新聞の大野と申します。あの先ほどあの会長からお話ありましたあのガイドランナーをはじめとしたその競技サポーターの件なんですけれども、これあの、まあ、2020年までその育成というのも一つの大きな課題になってくると思うんですが、そのあたりあのどのようなまあお考えをお持ちなのかと、それとあとの今の現状をですねあの教えていただければと思います。あの競技サポーターはですね、ちょっとその私も健常者という言葉は必ずしも適切じゃないので言いにくいんですが、ちょっとあの分かりやすく言うために健常者と言いますが、健常者側 の、 あの競技団体の協力を得てあのやってるんですね。だから、今いるそのサポーターの人たちもそういう健常者側の競技団体 の、 あの協力の中としてその、特定の人が選ばれてサポーター役を果たしてくれているっていう、そういう のがあの主だと思います。でそういう意味でこれからますますですねあのパラリンピックの競技団体とそのオリンピック側 の、 あの競技団体とかあの連携を強めていくということが私は一番大事なことだというふうに思います。それはそのこの競技サポーターの問題だけではなくて指導者、競技 の、 そのコーチだとかなんかの指導者の問題もあり、またその競技団体の体制そのものをより強化するというためでもあり、まあ、今後、そういう方向でオリンピック側とパラリンピック側の競技団体の連携を一生強めていくということを力を入れていきたいと思っています。で現状まあ、個々にはいろいろ苦労がありますけども、2020年に向けたその選手の競技サポーターはこれまでの協力関係の中で、一応今困った状態にはなっていないので、さらに強化していきたいということです。私は経済ジャーナリストなんですが、安倍と申します。で経済にちょっとお聞きしたいんですけど、私昔ですね細川千佳子さんね、細川首相の奥さんが
このパラリンピック非常に盛り上げようといってある企業のところにですねわざわざ細川さんが来てですねで僕たち我々新聞社に対してもねやっぱり皆さん協力してって細川さんの負担がしたことを調布してますだから今そういうふうに鳥原さんもですね企業の人たちですねやっぱりこういうふうな協力ですねしてもらうとで東京ガスっていうのは当然企業で当然応援してると思うんですけどもやっぱり企業の人たちがですね障害者の雇用率一つ見てもねなかなか 1.8% それも達成しないでお金を出してそうやってる人が多いんですよねだから企業の人たちの意思が僕は一番問題だと思うんですよねだから鳥谷さん、やりにくいかもしれないけどやっぱり企業の人たちもう少しですね障害者に対する雇用の問題それからこういうパラリンピックの問題もですね協力するようになんか経団連あたりじゃダメだと思うんでなんかそういう組織を通してですねやっぱりやっていく必要なことが非常にあると思うんでそれをぜひやっていただきたいなと我々庶民がですね、やるのも必要なんだけど企業の人たちが率先してこういう障害者に対する取り組みをすることが一番今必要ではないかなと、2020年までですねそれを質問してどういうふうにやっていくのかですねそれをお聞きしたいと思いますはい、ありがとうございました。今日の私の説明の中でその部分についてほとんど触れなかったので今ご質問いただいたんだと思いますが私は最近のこの流れ動きの中でですね企業のこの障害者スポーツに対する支援の動きっていうのは非常に積極的になってきたというふうに思っております。でいくつか例を申しますが私ども日本障害者スポーツ協会にはオフィシャルパートナーっていう企業の協賛を仰いでおりましてでこの1年前はオフィシャルパートナーが6社だったんですけども今年 の4月の時点で16社になりました。で近々2社増えるそういう動きで、それで止まったわけではありません。だから私どもの一番大事なメインのですね協会の事業を安定的にその展開をしていく上での財政基盤となるその企業のオフィシャルパートナーがこの1年で倍以上に増えたということ、それからそれは単に資金的な問題だけではなくてその各企業がその社員のボランティア活動でですねいろんな協議会 の参加だとかあるいはいろんなイベントへの参加をしたり、さらに先ほどもちょっと出てきましたけど、その陸上競技 のああいうパラリンピックの選手じゃありませんけども、裾野を広げる活動の中で のガイドランナーの役割を果たしたりとかですね、そういうことも積極的にやっていただいてます。だから今東京2020の組織委員会がこの東京大会のオリンピック・パラリンピック東京大会のオフィシャルスポンサーをどんどん募集しているところ でこれはものすごい勢いで企業 の参加を得られているわけですが、そのスポンサーはオリンピック・パラリンピック共通なんですね。オリンピックだけのスポンサー、パラリンピックだけのスポンサーじゃなくてオリンピック・パラリンピック共通で、そしてその大方の企業がですねパラリンピックを積極的に支援をしたいというふうに言っていただいています。でまた組織委員会のこれから のいろんな活動の中で経団連、同友会、東京それから商工会議所、この、3経済団体が
一緒になって大会サポートしていこうというそういう競技体がすでにスタートしているとかいうことで企業側はかなりいろいろその、パラリンピックに限らず障害者スポーツに対する支援というのを非常に大事にして積極的にやっていただけるようになりました。これはぜひご説明しなきゃいけなかった点だったと思います。ありがとうございます。スポーツニッポンの安田と申します。新国立競技場に関して伺いたいんですけれども、もし8万人収容の、8万人収容の競技場に決まった場合に、その車椅子の方々の席っていうのは、まあ、大体何席ぐらいが望ましいとお考えですか。パラリンピックの基準では、1% 以上っていうふうにおっしゃられてましたけども、鳥原会長のお考えではいかがでしょうか。私はその自分の立場から、できるだけその多くその車椅子席を確保できたらそれはいいなとはもちろん思いますが、ただ全体のバランスの問題もありますので、IPC の基準であるその 1% 以上確保というところをやはり実現するのが適正じゃないかなというふうに思います。だから8万人収容だと800席以上は確保するということになりましょうか。でただ固定的な車椅子席ということではなくて、そのパラリンピック開催時には 1% 以上確保できるというのが望ましいということで、だからそこが後から車椅子席が普通の席に変わるということはあり得るかもしれませんけども。すいません、読売新聞の矢野と申します。先ほど会長がおっしゃってた選手村のエレベーターの件なんですけれども、おっしゃってたのはそれはもう例えばそういう IPC なりの基準がそういう車椅子用に確保しなきゃいけないスペースというのがあるのにもかかわらず、なんかすでに例えばそういうものが確保されないものができようとしているとか、そういう現状があってのお話だったのか、それとも単にそういうことが望ましいというかそうしなきゃいけないというお話をされたのか、ちょっとそこを確認させていただきたいです。現状そうなっているというわけではありません。でちょっとその分かりやすい例でさっき選手村を取り上げたんですけども、賃貸あるいは分譲集合住宅に転用するという前提で民間事業者が選手村をその建設するというふうになると、転用した後ですね、その一般の住宅としてはこんな大きいエレベーターは過剰な設備だと過大な設備だというふうに考えるとですね、その販売価格あるいは賃貸価格、さらにはその後のメンテナンスのコスト、そういうものをそのなかなか利用者から回収しきれないっていう問題が起きますですよね。そうするとその経済性で考えるとやっぱりそういう回収しきれないものをこしらえるというのはなかなか難しい判断が伴うということで、IPC の求めている基準とそれから現状のその既存の住宅におけるバリアフリー基準とのこの差というのを埋めるに際してはいろんな議論が起きてくるということだと思うんです。でそれを単に経済性だけ現在のその経済性だけで考えずに、やっぱりこれからその車椅子利用者が増えていく可能性を考えれば、そういうその
エレベーターそのものも従来基準よりもできるだけ大きい方がより快適な利便性のある、住宅になるっていう、まあ、そういうことを評価してその住宅が一般の市場価格よりも高く売れればそれでその、成り立つではないかということもあり得るし、みんなでそういうことをやっぱり考えてどうやったら差が埋まるかということを詰めていく必要があるなというふうに思っているものですからさっきような話をしました。でやはり東京2020東京2020のそのアクセシビリティガイドラインをこれから作っていくわけですけども、まあ、作っていくときにやっぱりそういう価値観を変えていくっていうかそういうこともみんな頭に入れながらですねこのガイドラインを作っていこうじゃないかと。現状はここまでしかできないよと合理的に考えればこの線だよっていうところで収めないでやっぱり価値観を変えてそれを評価してもらえるような社会になっていくっていうこういうふうに仕向けることも含めてですねこのガイドラインというのを考えていかないと世界のやっぱり世界のモデルになるようなというそのアクセシビリティの高い東京大会であったというふうにはなかなかならないんじゃないかと思うんですね。そういう意味です。すいません、NHK の高橋と申します。課長、先ほど競技場を観客でいっぱいにするという話がありましたけれども、確かに面白いものであれば当然お金払ってでも見に行くっていうその障害者スポーツであってもですねっていうことが本当にあってしかるべきだと思うんですけども、で片やその競技団体によってはスポーツ障害者スポーツの競技団体によってはなかなかその体力に結構乏しいところも多分あると思うんですが、先ほど企業の支援という話もありましたけども、その障害者スポーツをより楽しいものに見せてある意味そのなんかある意味いやらしい意味ではなくてその多少こうビジネスにつながるといいますか、そういう観点についてはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。競技によってやっぱりパラリンピックの競技 のそれぞれやっぱり競技の種類によって違いがあると思うんですが、まあ現在でもその何て言うんでしょうか、車椅子バスケットボールだとかあるいは車椅子テニスだとかそういうふうに非常に極めてその競技性が高くてですね、また普通のスポーツと同じようにスポンサーもいろいろついてそれで、観客も集めてできるっていう競技もありますけども、一方でなかなかそこまでいかない競技もありますね。だから全てについて言われるわけではないんですが、私はこの、まあ、パラリンピック その各競技場を満員にするっていうのは必ずしもその楽しいものとかですね面白いものとかっていうことではなくて、やっぱりこのみんなこの、アスリートたちを見ててやっぱり勇気をもらえるとかあるいはその自分たちのその、意欲挑戦意欲が湧いてくるだとかってそういうオリンピックにはないやっぱり別のものを感じて言ってくれる人だと思うんですね。でそれがさっきのその例で、車椅子ラグビーで小学生がたくさん来てくれてまたその家族も一緒になって見に来てくれたとかっていうのもこの小学生たちがやっぱりそのパラリン車椅子ラグビーの選手から直接話を聞いてあすげえなと思って選手を応援したいなっていう気持ちで来てくれてる人が多いんではないかと思うんです。でその証拠に
その試合中に名前を呼んで応援をしたり、してるんですね。でそれは後で聞いてみると、その小学校に行ってみんなその選手子どもたちとコミュニケーションをして、人気があった選手らしいんですけども、子どもたちに自分はこんな車椅子で、足は立たないし、車椅子のラグビーっていうのは上肢にも障害があるんですね。だから手も自由に動かないけども、できないこと何もないぞと。で、なんかできないことが、これはできないだろうっていうふうに思うのがあったら言ってごらんとかって質問した子どもたちが、子どもがそのじゃあ風呂入れないだろうとか、ペットボトルの栓抜けないだろうだとか、棚の上のものに手届かないだろうとか、いろんなことをその質問したらしいんです。でそれに、いや自分はそれはこうやってできるようになったとかっていう話をしたり、最後にはそのジャンプはできないだろうって言われて、そりゃあんた僕はできないよとかっていうところまで至る、そういう交流をしてですね。でやっぱりこの子どもたちがやっぱり自分はお兄ちゃんと同じようにチャレンジすればできるようになるんだっていう、そういうその、気持ちをですね持つようになったとか、あるいはやっぱりそういう選手たちをやっぱり直に応援したいっていう、そういう気持ちになるとか、まあ、そういうことで僕は会場に集まるっていう人が多いんじゃないかと思うんですね。もちろん競技によってはこれすごい面白い、ぜひ見てみたいっていう、他のオリンピックにはない競技の面白さがあるっていうものはありますから、でこれはそれはそれで人が集まるし、また今の話のような気持ちを持って集まってくれるっていう人も集めたいし、でそれは小学若い人たちだけじゃなくて、やっぱりまあ、さっきの話の続きになりますけども、この企業の社員たちが家族を連れてその応援に行こうじゃないか、特にそのスポンサーになっている企業のですね社員たちがそうやってみんなで応援に行こうじゃないかっていう気持ちを起こしてくれる、でそういう人たちで僕はいっぱいになる。でそうするとですね、やっぱり2020年東京で大会があるからみんな切符買って行って満員になったんだっていうふうに言われるんじゃなくて、2020年以降もやっぱりみんなこういうこの障害者スポーツっていうのを大事にしようと、応援していこうっていうのがずっとつながる本当のその、ファンになるんじゃないかというふうに思いますので、でそういう意味で申し上げました。ちょっとじゃあ関連して司会から一問だけ、12年のロンドンの時に一番驚いたのが、オリンピック終わった途端になんか街中に看板立ちまして、サンキューフォーウォームアップと、要するにオリンピックにもう全体をありがとう、もうなんていうそのパラリンピック の自信というかですね、実際にまあ成功させてしまうわけですけど、ああいう自信を東京は持ちうるのか持てるのか、その辺のことをちょっとお話しいただければと思いますが、さっきの話の中で2012年ロンドンパラリンピックをベンチマークとしたいというふうに申し上げた中の一つはそういうことでですね、私はもうそのやっぱりそのそういう、完全に今の時点で自信があるとは言い切れませんけども、やっぱりそのぐらいの言い方ができるようにしていきたいなと思うんですね。でやっぱりこの今は違いますけども、この少し前の段階ではですね、日本国内でもオリンピック終わった後パラリンピックやるのじゃパラリンピック、に人が集まらないじゃないか、そういうふうに心配される人が結構いまして、なんでそのオリンピックの前にパラリンピックやらないんだと、
あるいはものによってはオリンピックとパラリンピックと一緒にやったらどうかっていうような話もかなり強い思いとしていろんな方が言われてましたよね。で、私その時に自分もかつてそういう心配したことがあったんですけども、それはやっぱりパラリンピックには観客が集まらないだろうというふうに思うからであってですね、だから私はロンドンと同じように絶対にパラリンピックだって満員にできると、ロンドンではオリンピックではまだ席が空いてるけどもパラリンピックだけはもう完売になっちゃったって言われるぐらいパラリンピックが売り切れたそうなんですけども、やっぱりそれに近いようにしてオリンピックを楽しみ、そしてパラリンピックも満員の観客で楽しむと、両方の効果が最大限に発揮されるってそういう姿をですね、ぜひ作りたいと、そういう姿を作れるように一生懸命やりたいと思います。ウォーミングアップって言いましたけども、我々はパラリンピックは観客をちゃんと満員にしてやると、でその前にオリンピックをやればいろんな準備が整っていくと最初にオリンピックで利用すればその会場の状態の悪いところが分かってそれを手直ししてパラリンピックに行くとか、それからボランティアだとかいろんな運営に携わる人もオリンピックでいろいろ経験をしてその成果をパラリンピックに生かしていくとか、そうやってオリンピックはパラリンピックのためのそういう準備を、ね、してくれてるんだと、だからこの順番が最高にいいんだというふうに言いたいぐらいなところなんですけどね。まあ、ただそれが本当に実行が伴うようにしなければ意味がありませんので、そういう気持ちを持ってしっかりとやっていきたいと思います。ありがとうございます。予定の時間ちょっと超過しておりますが、最後1問だけ手短に。すいません、フジテレビの鈴木です。今日は貴重なお話をいただきましてありがとうございました。先ほど2020年の課題として、6つの課題を挙げられていたんですが、その中で運営面での環境整備というのと、ボランティア、意識の高いボランティアの育成というようなお話があったんですが、これに対して その具体的な策というか、その進み方アイデアみたいなものがあれば、それについて教えていただきたいと思います。ありがとうございました。施設と運営両面での最高の競技環境を整えるというように成功の必要条件の一つとして先ほど申し上げましたね。だからこの運営面というのは一つはその施設 の利用の面で の、まあ、ハードとソフト両面のアクセシビリティという意味で の、 使い方が1個あるのと、もう1つは競技そのものの運営に関わることですね。だからこの、競技環境を整えるには競技運営そのものをやはり選手にベストなように持っていかなければいけないと、でそのため の、 準備を完璧にやっていくという、そういう意味です。でこの各競技の運営を選手から見てもう最ベストが尽くせるような運営の仕方をしていくためには競技の役員 の、 その訓練をしっかりとしていかなくちゃいけない。これは日本の国内日本 の、 その役員でもあり、また IPC の国際役員その役割でもあり、その両方を含めてですね、その競技運営 の、 そのスタッフの事前 の、 訓練をしっかりやっていかなければいけないというふうに思っています。それからボランティアに関してはこれは大会組織委員会が行うことでありまして、
組織委員会がボランティアの募集をして、その、募集したボランティアを事前に、それぞれの役割に応じて教育訓練をしていくということに なっています。先ほどちょっと紹介した日本財団のパラリンピックサポートセンターでは、そういうボランティアの特にリーダーを育成する、そういう支援もしていきたいというのを課題に掲げていますけども、そういった組織委員会、そして組織委員会を中心にしていろんな関係者でですね、競技ボランティアの育成訓練というのをちゃんとやっていきたいと思います。ありがとうございました。それではお時間少し超過しております。会見ここまでにさせていただきたいと思います。恒例の記号をいただいております。活力ある共生社会へ、パラリンピックを大成功させると、成功ではなく大成功と書いているところを組んでいただければと思います。それではこれも恒例ですけど、記者クラブから記念のネクタイをお渡しして、これで会見を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。